諜報班からの情報によると、スメラギの第三海底基地に多数の物資が搬入されているらしいの。搬入されている物資の内容や、その基地には潜水艦用のドックがあることから見て、どうも大型の武装潜水艦を建造しているのではないかと言われているわ。なるほど。つまり調査依頼ですか。ええ。それでもし武装潜水艦が存在しているようなら、破壊ですね。わかりました。その任務引き受けます。ありがとう。話が早くて助かるわ。ずいぶんあっさり潜入できました。罠があるかもしれないな。気をつけて。敵潜入に気づかれていたか。あの浮いているのはバリケードマシンね。触れるとダメージを受けるわ。タイミングを見張ってジャンプして。何が起こったの。待っていたぞガンボルト。飛んで地にいる夏の虫。いや、水にいる。基地内の空間が水回っているように。さしずワームホールのセレンサー。ゲートモノリスを発見。破壊して先に進んで。情報によるとその先に潜水艦のドックがあるはずよ。ここが潜水艦のドック。潜水艦は見当たらないわね。まさか。暇はない。GV 急いで。何をしている。排水急げ。しかしメラク様からの指示にはそんなこと。
バカか、そのメラックに我々は捨て駒にされたんだぞ。排水開始します。それでいい、私はごめんだぞ。テロリストと仲良く海の藻屑になるなんてな。止まったのか。よかった GV、 あなたが無事で。ゲートモノリスね。その先は海底トンネルにつながっているわ。脱出できるはずよ。なんだ、来ちゃったの。溺れ死んでてくれれば楽だったのに。ねえ、これってさ、もしかしなくても僕が戦わなきゃならない流れ？お前がここの司令官か。なんだよもう、マジになんないでよ。はいはい、そうだよ、天才司令官メラク様ってのは僕のことね。帰ってネタゲしたいからサクッとやっちゃおうか。はあ、よっ、そんじゃまやりますか、ゆるゆるっとね。なんなのこいつ、いけ、ふざけているのか。あー、マジではないかな。だってさ、マジでやるのとか、だるいな。僕って天才だからわざわざ自分で何かするとか嫌いなんだよね。はいはい、お楽しみ。もう一丁、僕が保存したいよ。でも働かないと食べられないんだよね。現実ってクソゲーは。今回の作戦でさ、帰りたい。君を倒せば無効化。デイジーレーザー消えないよ。わざわざ考えたんだよ、ネトゲの合間に適当に。しかも今回の飛ばし、アームドブルーライトニングスピア。バカが部下のせいで眠い。勝ったのね GV。 ええ、これから戻ります。GV 聞いたぜ、ナーガーだったか。新しいダートカートリッジを手に入れたんだってな。当たり前だが、ダートは装備しなけりゃ使えねえぜ。ま、お約束ってやつ。あとあれだ、素材。ミッションをクリアした時に素材アイテムを手に入れなかったか。素材アイテムがたくさん集まればショップで新しい装備アイテムを開発できるんだ。装備とショップ、
どっちも L ボタンでメニューを開けば行えるぜ。そうだシオン、これシアンに受け取ってほしいんだ。ありがとう GV。 あなたにはスメラギの薬理研究所で培養されているある花を駆除してほしいの。花の駆除？変わった依頼ですね。実はその花から取れる成分が問題なのよ。シード、聞いたことはないかしら。それそのものは抗ストレス剤なんかに使われたりするものなんだけど、製法次第ではセブンスを強化する他に強い副作用をもたらすこともあるの。それって、ええ、秘密裏にスメラギはシードを能力者の制御に使っているようね。なるほど、そういうことですか。わかりました。その依頼受けますよ。こちら GV、 施設内への潜入者を駆使、実験植物を駆使。どうもあなたの雷撃に反応するように。ジン、その通路は縦に続いているわ。触手、実験植物に注意しながら上に登っていって。足元のシャッターから地下へ行けるみたい。目の前の壁にある配電盤に雷撃を流してみて。その奥にターゲットが培養されているわ。これがターゲット。まるで怪物じゃないか。資料と全然違う。成長したという。実験行動ビビッド。まさかこんな姿になっているなんて。資料通りのその花の弱点は花弁に守られた飯。撃破完了。お疲れ。ゲートモノリスを破壊して先へ進んで。ビビットがやられた。侵入者を捕らえるんだ。兵士たちの味方。骨が嘘だ。
課長、あ、実験中の被験体スタートで運ぼうぞ。なんだと、早くシードを投与しろ。それがちょうどストックが尽きていて、リビットがやられたせいで新しいものも作れ。おい、どうした。あらがる。お前らストラパス、お前らの道いただくぜ。その先から外に出られるわ。了解。なんだ、いい匂いがするな。あんたから漂ってくる匂い、これはお前があのハムシの能力者か。おしゃべりするんじゃねえ。空腹に響くだろうが。たらよ、腹を満たすために目の前のものを食いまくるしかないじゃないか。なあ。止めろ。あんたのこの匂い、たまらないな。さっきからブルブル、俺の腹の虫がよ、腹の中で騒ぎまくってうるさいんだよ。一体を虫のようなエネルギー体に変える能力なのよ。どうだ。口いいか。おいさ、味わいだ。この様子だと正気に戻すことは。だろう、ディナーがおしゃべりするなんてよ。マナー違反もいっデスリーファング。なあ、食わせてくれよ。一人飛ばして、アームドブルーライトニングスピア。誰かこの空腹を止めてくれよ。あれの虫が、
GV、 あなたはよくやってくれたわ。もうすぐ出口よ。帰ったらゆっくり休んで。了解。GV、 クエストは受けているか。普段のミッションに特殊な条件を付け加えるのがクエストだ。クエストは同時に3つまでしか受けることができないが、受けるのは無料。達成すれば報酬が出る。失敗したからといって特に罰則があるわけではない。気楽に受けるぞ。クエストはメニュー内のクエストリストから受けることができる。ミッションをクリアするたびに追加されるためチェックしてみるといい。以上だ。グッドラック。そうだシオン、これいいの？もらってもシアンに受け取ってほしいんだ。ありがとう GV。 GV ってコンタクトしてるけど視力悪いの？それもあるけど、僕がつけてるコンタクトは特殊なものでセブンスを高める効果があるんだ。学校では軽い変装の意味も兼ねてメガネにしているんだけどね。 GV はメガネよりコンタクトの方が似合うと思うよ。